今回は2023年上半期売れ筋メガネベスト10ボンメガネ編。ボンメガネの松永さんに2023年上半期で売れたメガネベスト10をお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のランキングはどんな感じでしょうか？はい、今回は2023年の1月から6月の上半期ボンメガネの浦和店と大宮店で売れたベスト10を紹介したいと思います。もう本当に売れたメガネですか？本当にそうですね、正直に売れたメガネになります。楽しみです。はい、10位はマックスピティオンのポリティシャンです。で、分厚いフレームですね。今年の上半期象徴的な分厚いフレームです。春に復刻したんです。春に、そうです。はい、そこからすごいずっと勢いは衰えず人気ありますね。なんかどういうところが人気だと思うんですか？ボリュームの一番こう頂点みたいなところで、的最近の傾向ではあるので、そこのこうマックスを求めたい方とかはいいのかなっていう気がします。あ、はい、フレンチ系が強い、強かったですね。ああ、そうですね。アメリカのヴィンテージずっと人気あったので、最近、まあ、こっちに少し、感度の高い方は移行したりしてますね。うん、まあ、ボリュームあるんですけれども、上部の部分に、こう、カッティングを入れてて、少しこう、なんでしょう、平たいものよりは柔らかく見える。印象もちょっと軽く見えるっていうのが特徴ですね。なんか、ディティールとか、アセテートの生地と高級感ありますよね。そうですね、まあ、長板は真鍮の長板を使用したりしてます。ちょっとかけてもいいですか？はい、太いですね。そうですよね。44サイズこの、はい、あ、でもやっぱちょっとカクカクしてるところと滑らかなカーブ、ああ、そうですね、違いがありますね。エッジとこうこの曲面がうまく、うん、日本製ならではというかうまく表現されてます。9位はジャック・マリマージュのディランです。これもかなり分厚いフレームになります。このマリマージュはめちゃめちゃ人気で聞きますよね。ここ数年ずっと勢いは止まらない感じですかね。はい、どの辺が人気なんですかね。まあ、今までこう丸いデザインとかが多かったのに比べると、エッジを出してちょっとシャープな感じで描けるような太せるっていうんですかね。高級感ありますよね。そうですね、長板とか、まあ、ボリュームのこう強弱とかかなりまあこだわりを見せた技巧的なデザインですかね。あれ、厚さ何ミリですか？厚さは10ミリから、まあ、一気に4ミリぐらいまで細くしたりとか。かけてもらっていいですか？はい、渋いですね。確かに。かなりエッジが、こう効いてると思います。そうですね。あと、やっぱプロの形木ですね。はい、形そうですね。正面から見ても、結構、シャープで、なんでしょう。切れがいいっていうか。そうですね。はい。テンプルのその3点描もいいですね。あ、そうですね。はい。意外3点なんですね、そっちはね。3点です。へぇ、結構その、それに合わせて長板もかなり分厚いんですけれども、うん、その長板のディティールもすごい綺麗なのが特徴ですね。うん、8位は、アルマミカのユニゾンですね。意外なの来ましたね。意外ですかね。結構上級者向けなイメージがあって。そうですかね、比較的まあシンプルなデザインっていうのはずっと多かったので、うん、まあそこに結構飽きてる方が何か一つ癖欲しいというふうにまあよく言われるんですけども、そこに意外にこれをかけていただくとフィットしちゃうっていうのがありますね。リムが二重になってるんですよね。リムが斜めに重なるように二重になります。いや、これ見た時すごい結構難しそうだなと思って。そうですね、はい、黒が縁になって。そうなんです、ゴールドが見えないんですね。はい、ゴールドが結構背景に馴染むので、うん、意外にこう正面から見た時にそこまでまあすごい強いフレームには見えないっていうのがいいんですかね。あとやっぱ横向いた時にちらっとこう隙間が見えるのがいいですね。ああ、そうですね、うんうん、そのぐらいの変化球がいいかもしれないですね。7位は、アヌーのパント07です。これ変わったデザインですね。3D プリンターで作るやり方で、ポリアミド樹脂にチタンを組み合わせた作りですね。一見こう、フロントが太いので、重そうなんですけども、これはポリアミドなので、すごい、素材としてはすごい軽い素材です。まあ横もこんだけ細いチタンで作ることができるという感じですね。マサさんかけてるのもあるんですね。あ、そうなんです。僕もかけてて、結構うちのスタッフもみんなかけてて、まあそれに、まあこうして、なんかお客様も選んでいただいたりしますね。ちゃんとプラ枠みたいにね、縁がね、そうなんです。取れて、はい。
しかも軽い、はい、軽いんですよね、はい、うん、今、まあ、やっぱりアセテート の, そのボリュームのあるブーム来てるんですけれども、うん、まあ、それでも比較的やっぱり重さが気になる方とかはこれを選ぶとかなり楽だねと言っていただけるので、でもそれは本メガネさんしかも、あ、そうですね、今はもうそのドイツから直接入れてるような感じですね、うん、6位はレスカのピカです。王道ですね。そうですね、うん、もう、 うちはかなり昔からレスカのヴィンテージからやってるんですけども、まあ、この形を昔からこう入れてて比較的今でもずっと人気があるっていう感じですね。どういうところが魅力だと思うんですか。形がやっぱり王道のクラウンパントというのの代表的なデザインなので、まあ、クラウンパントかけるんだったらじゃあレスカ行こうかなと思う人は結構いるのかもしれないですね。あ、ルーツみたいなんですね、はい、そうですね、うん、なんか女性でも最近レスカいいですよねとかも聞くんですか。あ、そうですね、割合も男性が最初はメインだったのに最近は女性がレスカを探すというような傾向が出てますね。ね、そうですよね、うん、結構エッジが際立ってますね、うん、そうですね、はい、かなりこうエッジはある方だと思います、うん、やっぱスタイリングアイテムって感じでしますよね。あ、そうですね、馴染ませるというよりもややアクセントを出してかけるというようなぐらいの、まあ、程よいバランスっていうんですかね、うんうん、はい、5位はイエローズプラスのレオンです。割と癖のない感じがウェリントンですね。何が理由で売れてるんですかね。初めてかける方とかは、まあ、入りやすいデザインだからっていうところが大きいんですかね。あ、本当ですね、うん、ずっとしてるというか、そうですね、うん、それまでが結構個性出してかけるような感じなんですけども、うん、これは比較的初めての方でもすんなりいけるぐらいの印象かなと。まあ、でもバランスがいいんでしょうね、玉型とか。ああ、そうですね、サイズ感もすごく良くて、うん、ちゃんとクリングスタイプなんですね、パッドは。クリングスでかけやすく、まあ、チタンのパッドがついてます、うん、こういうの人気ありますけど、このぐらいで、まあ、軽くかけていただくっていうような感じは、まあ、普通に取り入れやすいのかなと思います。万能モデルの感じですね。万能ですね、うん、はい、まあ、流行関係なく人気ありそうな形ですかね。4位はジャック・デュランの506です。これは先日亡くなった坂本龍一さんがかけてた、まあ、モデルでして、かなりインパクトもある、うん、あのデザインと色なんですけども、まあ、それでも人気がありますね。ここもかなりあのブリッジが高い位置来てますね。そうですね、形としては、まあ、癖のあるボストンっていうんですかね、うん、花幅も少し日本人用に狭くして作られたものです、うん、そう、昔の花眼鏡みたいですね。ああ、そうですね、ピンチとか、うん、そんな印象がちょっと近いかもしれないですね、うん、これもなかなか癖が強いですね結構フロントがスパッとしてるんですかね。フラットにこう作られてて、ツヤはないんですよね、うん、最後にまあ金属の磨きでツヤを出した後にこう磨きをかけるので、これちょっとザラッとした目になります。これもやっぱフレンチっぽい感じですね。そうですね。3位はジュリアスタードオプティカルの AR です。あ、来ましたね AR。 やっぱり人気ですか。うん、そうですね、やっぱりすごくあのアメリカの、まあ、ヴィンテージ系の中では人気あるあれですね、モデルですね。この辺が人気の理由だと思います、はい、形はやっぱりアメリカの、まあ、ヴィンテージ系なので、まあ、ずっと変わらないスタイルっていうんですかね、その良さもあるんですけれども、自分に合わせられるっていうのが結構大きいんですかね。サイズ感とか色とか、はい、サイズ展開が多いから自分に合ったものを選べるんですね。そうですね、それも多分人気が出た一つかなと思います。形が綺麗ですね。そうですね、うん、まあ、なんか安心感ありますけどね、まあ、見慣れてきたっていうのもあるかもしれないですね。見慣れてきてると思います、相当。ここは定番のスタイルみたいな。そうですね、はい、2位はモスコットのレムトッシュです。おー、来ましたね、レムトッシュ。はい、 AR よりもやっぱレムトッシュの方が出たんですね。じゃあそうですね、もう知名度は昔からあったので、うちももう10年ぐらいはやってるのかな。モスコットのレムトッシュかジュリアスタートオプティカルのAR と迷われる人とかいるんですか、お客さん。はい、やっぱりサイズ感だったりそのエッジの感じっていうのが違うので、まあ、どういう印象の違いがあるのかっていうのでやっぱりご来店いただいて、はい、こう比較して決めるっていう方は増えてますね、
結構丸みがあるんですかね。そうなんです。先ほど、うん、まあ、そのジュリアスタートと比べますと、はい、ちょっとそのエッジの感じがなくなるので、うん、少し柔らかくかけられる雰囲気ですかね。ランキングすごいですね。あの、オールスターというか、もう、レベルとしやら、AR やら。そうですね。てっきり1位がレムトシだと思ってたから、あないでした、ね、そうですよ ね、 ね。いや、そうそうそう。うちもその数字を見てると、意外な感じがかなりありましたね。じゃあ1位そのまま。はい。1位は亀万年のメタルフレームです。意外ですね。亀万年。ちょっとメタルなんですね。セルが続いてる中で、この分厚いメタルっていうのが、ね、新鮮なのか、人気が急に出ましたね。そんなに数あるものなんですか。まあ、うちもこう別注を作ったりとかはしてて、うんうん、あとまあ亀万年自体もその数をたくさん作らないので、比較的その1年に1回か2回ある中で、まあかなりこうたくさん発注をして入れてるっていうところもありますかね。フレームの魅力は何だと思いますか。これはメタルの強度リムをうまくこう使いながらも、メタルでは難しい厚みの強弱をこううまく表現したりとか。結構分厚いですね、リムはね。そうですね。あと、鼻パッドの部分のこうチタンを使った形状の上によろっと出たようなパッドの。パッドがその下から出てる形状なんですね。特徴ですかね。うんうん、太メタルですよね、それ。そうなんです。はい。見た目のそのボリューム感とか、その高級感みたいなものもあったりして、勝手にまあ手を取るというようなお客様が多いですかね。そもそも亀万年ってどんなブランドなんですか。亀万年はまあ100年以上続く日本のブランドですね。あ、そうなんです、はい、老舗ですね。老舗ブランドです。いいですね、ボストンシェイプのシンプルも。そうですよね。ですけど、やっぱ横がね、厚みがあるからちょっとポイントになりますね。そうですね。今全部チタンでできてるから、うん、まあ気が楽というか、まあ、セルがちょっとでも入ってるとやっぱり劣化しやすかったりするので。いわゆるテンプルエンドも全部チタンですね。そうなんです、うん、でパッドも、まあ、チタンでプラスチックの部分がないですよね。だから、まあ、水でジャバジャバって洗っちゃって、うん、っていうのも、まあ、中にこう何でしょう、あの水が入って腐食するっていうこともないですし。あ、確かに。はい。しかも物として頑丈なんですね。あのロー付け部分がすごいしっかり厚みがあるんで、まあ、ロー離れも起こしにくいんじゃないかなと思いますね、うん、いいですね。なんか高級感もありますし、はい、かつ実用性もあるし、うん、いい値段、ね、うん、間違いないところなのかなと思います。今年の上半期売れ筋ベスト10見てどうですか、感想は。フトセルが中心なんですけれども、考えてみればアメリカとヨーロッパのフトセルっていうのがかなりあの占めてたかなっていう気はしますね、うん、はい。メタル自体も、まあ、扱ったりとか二重のリムだったりとか、ちょっとこう癖を出してかけるっていうのが最近の傾向なのかなっていう気はしますね。メタルが結構やっぱ本メガネらしさが出てますね。そうですね、うん、はい。うちは、まあ、流行に限らずその人に合うものをこう提案してるので、比較的メタルっていうのもまあ自然な感じなのかなっていう気はしますね、うん、本メガネは埼玉県の大宮と浦和の2店舗で展開するメガネのセレクトショップです。世界中の旬なアイウェアブランドを扱っていて、メガネ好きのスタッフによる親しみやすい接客も人気。浦和店の2階には工房があり、メガネのメンテナンスやカスタムを行っています。チャンネル登録もぜひ。